スラムはアメリカ海軍が運用している空対地ミサイル。ハープン対艦ミサイルを母体に大幅改造されたものである。スラムとはスタンドフラントアタックミサイルの頭文字を取った略称であるが英単語で強打する、圧勝するなどという意味もある。1980年代より開発が開始されており、1990年に 対地攻撃が可能な AGM-84E スラムが実戦配備された。スラムはコストを抑えるために、本体部分とエンジンは AGM-84 ハープーンから赤外線画像シーカーは AGM-65 マーベリック空対地ミサイルからデータリンク装置は AGM-62 オールアイ誘導爆弾からの流用とした。 誘導方式がハープーンと違い、初期誘導が GPS と完成誘導。最終段階では赤外線画像誘導となっている以外は基本的にハープーンと同様である。なお、AGM-84E を改良した AGM-84H-SLAMER も開発され、1999年に配備された。 AGM-84 ミートの外見上の大きな違いは、まず巡航用にトマホーク巡航ミサイルのものを改造した主翼を装備している点である。この主翼は発射するまで折りたたんでおくことができる。また、赤外線画像シーカーの形状も変更され、その視界を確保できるように機種部分の形状もかなり変更されている。その対動する目標への攻撃が可能になる。 電波妨害に対しても強くなるなど、大幅に、高性能化された。この AGM-84H の、自立攻撃能力を強化した改造型に、AGM-84K スラム ER-ATA というタイプもある。基本性能は AGM-84H と、変わらないが、自動で目標を選択、補足できる機能を装備し、搭乗員のワークロードを軽減できる。また、 状況に応じて搭乗員が目標の選択を行うこともできる。ありがとうございます。